江戸町二丁目の兵庫屋に身を売りました柳橋の音は、音は抱きといってすこぶる前世、そのところへ長左衛門の女房お松と丹波屋の下男伝助連れ立ってきて、丹七のこの度の一件逐一物語をいたし、嫌でもあろうが三河屋喜蔵の懐へ立ち入り様子を探ってもらいたいと、お松と伝助代わるがある言葉を尽くしての頼みについに覚悟をして、ようざます、身を切られるほどつらい話でありんすが、丹七さんのおためといえば身をけがしても心はけがしいせん、三河屋の懐を探っていちいち横山町の姉さんのところへ知らせいす、伝助さんといいなんすか、この後とも若旦那のことはくれぐれも頼みんす、と涙ながらの話。さて密談を遂げて帰る。さあこれから音羽滝はしきりに喜蔵を熱くもてなして様子を伺う。一方伝助は番頭を彦兵衛に絶えず目をつけております。番頭を彦兵衛の返しすると、ちょうど6月2日の夜が更け、伝助台所の脇の自分の部屋、狭い部屋の中で太いため息、はあ一日も早く泥棒をつかめて奉行所へしょっぴいて行って小旦那を返してもらわなきゃならねえと、寝る間も丹七のことを案じている。折しも抜き足差し足忍んできたものがあるよぼす、はてなと伝助が寝たふりをして部屋の外をじっと見ると、番頭の彦兵衛だ、身動きもせずに先方の様子をうかがっていると勝手元を開けてそっと出てゆく、そのそぶりがいかにもおかしいから、すぐに伝助も部屋を入れ手ぬぐいで頬かむりをいたし草履を履いて後をつける。そんなこととは気もつかず彦兵衛はやがて三丁目まで来て、三河屋喜蔵の角に立ってトントントンと戸をたたく。かねて約束でもあったのか、しばらくするとガラガラッと大戸を開けて、ああ彦兵衛さん、お待ちどうでございました、後をしっかりお閉めよ、遅くなると今夜は帰らないかもしれないから、さあ行きましょう。喜蔵と彦兵衛が肩を並べて小声でひそひそ話をしながら行く。はてな、うちと仇同士のようになった喜蔵のやつとバカに仲がいいぞ。その後をつける伝助、本国町からまっすぐに天馬町へ曲がりまして、大天馬町を俗に大丸新道、この頃この辺は粋な新道で、ちょっとまあ稽古の師匠とか囲い物などありました静かな横丁、一軒新しい家がある。家は小さいがちょっと小粋にできていて、まだ造作全部整わないという様子。その表へ立ってトントントンと合図をすると、間もなく年の頃二十一にちょっと愛嬌のある女が入り口を開ける。喜蔵彦兵衛の二人は奥へ通る。伝助は表から覗きますと、下女もいない今の女が一人暮らしらしゅうございます。はてな、いよいよこりゃ喜蔵と彦兵衛が怪しいぞ、どうか話をする様子を聞きてえもんだ。そっと縁の下へ入り込む。かようなことがあろうとは知らず、座敷の方に少しばかり庭があって、暑い頃でございますから雨戸を開けさせて、その縁側へ出てタバコ盆を前に喜蔵彦兵衛がひそひそ話をしている。いやー彦兵衛さん、どうやらことが八分通り行きました。さようでございます。まあこうなれば手前も安心しましたが、あの晩木川良介という役人が来て、彦兵衛刀をどこへやったと突然に言われた時には私はゾッとしました。庭へ引き下ろされて散々に打ち叩かれ、苦しいの恐ろしいの、これはとってもたまらない。すでに
白状しようとしましたときに、丹波屋の旦那のおかげで、まあ危ないところを助かりました。しかし私も遠足を止められておりますし、また飯炊きの伝助というやつが、私の気のせいか、なんとなくこの頃出るにも入るにも、私の様子に目をつけているようでございます。ご存知の通り田舎者で、世間のことは何にも存じませんが、ただもう単七の身が大事であるということばかり言っております。あいつがどうも危なくってかないません。なあに、それは気のせいだよ。田舎者の飯炊きがなんでそんなところへ気の回るものじゃありません。やっぱりお前さんが疑心暗鬼というようなことでございましょう。まあそうなればようございますが、私もあれが。と火鉢の前に茶を入れる支度をしている女の方を指さして、深川の櫓下で小竹といって左妻を取っておりました自分、ふとしたことからお互いに夫婦と言い交わしましたが、しかし週持ちの身分で何ともできないところを、あなたが大金を出して身請けをしてくだすって、うちまで持たせてもらい申した。二人ともあなたのご恩は決して忘れません。されば身を粉に砕いても、あなたのためには尽くさなければなりません。なんですな、あなた。そんなことはどこでもいいじゃありませんか。悪いと知りながら、お屋敷からお預かりのあの屋敷なの刀、私が盗み出し、あなたへお渡ししてこの家へ持ってきて、タンスの引き出しにしまってあるということは、誰一人気がつきません。さよう。そのうちに加藤の旦那が、鹿児島へお帰りの時、この刀をお持ちになってしまえば、いくら大岡越前の神が名奉行でも、どうしたってしれっこなし。さすれば丹波屋の心象は立つ気遣いなく、ああこれが潰れるとなれば、つまり今日の丹波屋の代わりに私がなる。そうしてお前さんが三河屋の格になり、お互いに相談相手、お前さんは小竹と末永く添い遂げるという、はずそうなればまことに頂上。ありがとう存じます。何から何までのご親切、どうかそうし遂げたいものでございます。時に彦兵衛さん、おかしな話をするようだが、人間間が良くなると妙なもので、あの柳橋の音羽という芸者ね。へえ。あれが当時江戸城の兵庫屋で音羽滝といって、すこぶる前世花魁になってみれば、今度は嫌おうなしになびくだろうと思ったが、なかなか私の心に従わない。こっちもそうなれば意地づくで、振られても振られてもせっせと通っているうちに、ようやく私の親切が通じたと見えて、この三司会、いやもう手厚いもてなし。どうですえ、今夜これから付き合いませんか。と誘われてみれば、彦兵衛も嫌とは言えず、はい、じゃあお付き合いいたしましょう。あなた、三河さんのお付き合いで、行ってらっしゃい。浮気なんてしないでね。小竹にしてみればちょっと焼けます。さあ出かけましょう。あとを気をつけよ。とこの二人は出て行く。縁の下に息を凝らして一部始終聞いていた伝助、確かに彼ら二人が賊の本人と見極めがつきましたから、伝助は縁の下からまた這い出して、そのままどんどん駆け出した。天馬帳簿の通りに出てみますと、向こうへ行く二人連れは確かに彦兵衛と木蔵。はてどうしようかと考えていましたが、伝助、これから道を変えてとっとと横山帳簿二丁目の飛び頭長左衛門方へ参りまして、今聞いた次第を物語った。じゃあお待つ音羽さんがいい塩梅に扱ったに違えねえ。明日の朝でなけりゃ帰らねえから、別にやきもき思うには及ばねえ。そこでだな、伝助さん。これから俺はすぐに八丁堀の木川の旦那のところへ行って、この話を申し上げ、明日の朝木蔵彦兵衛の二人が加え用事かなんかで大門を出るところを、おようと縄をかけちまや、何の手間暇もいらねえ。おめえはここで待っていねえ。
今夜縛らねえでも大丈夫かな。じゃあそうしてもらおう。新吉原から急の使い。そこで長左衛門は手早く着物を着直して古文の金太に提灯を持たせ、八丁堀の木川良介の宅をさしてどんどん急いでゆく。伝助はお松が汲んで出したお湯を飲んで長左衛門の帰りを待っていると、ああ、そこだそこだ、ちょいっと待っておくれ。というのは長左衛門のうちの前、ポンとカゴが一丁降りた。どん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 、こんばんは。はい、なんでございます。入り口の戸をがらりと開ける。兵庫屋の小吉でございます。おいらんから急の御用でカゴを飛ばしてまいりました。お手紙。おやそう、おおきにご苦労様。その手紙を安頓の前へ持って行って開封して見ておりましたお松。おおきにご苦労様、今こちらから人が参りますから、そのつもりで少しあやなしていてくださいと。別にご返事はあげませんが、おいらにその通り言っておくんなさい。かしこまりました。ちょっと待ってください。さすが勇の頭の女房、何ほどかのお金を紙に包んで。おおきにご苦労様、ほんのタバコの代。恐れ入りました。毎度頂戴いたしまして、どうぞお早くお願い申しますと、兵庫屋の使いは籠を急がして帰る。姉さん、なんだね。デスケさん、今おいらんから手紙が来たんだがね、妙なことがあるよ。どうしただ。先方へ行ったのは木蔵一人だよ。いや、そんなことはね。おいらんからの手紙はそうだよ。ああ、それじゃあ彦兵衛め、途中から木蔵を巻いて相丸新道の女のところへ帰りやがって、木蔵一人で吉原へ行ったのかな。それがね、木蔵の着物に血がついているって。おいらんがそれで感づいて、どうもおかしいから早く来てくれという手紙なんだよ。さあ、こうやっちゃいられねえ。まあ、お待ちよ。というお松の袖を払って伝助、そのままここを飛び出して八丁堀の木川の宅を指してどんどんかけてゆくと、ちょうど向こうから木川良介手先が二人、友が一人、それに長左衛門と金太、一方は御用と書いた提灯、一方は二組と書いた手長提灯。いやあ、頭か。おお、なんだ伝助さん、どうした。これを聞いて木川良介が、伝助か、今長左衛門から万事聞いたが、えらい骨折りだったの。それどころでね、今高校だ、早く行ってくれ。え、そうか、それ急げと、この面々が急ぎに急いで吉原へ駆けつけました。伝助は先へ先へと参りまして、はや二本包み、何かにつまずいてタタタタタッと前へのめった。どうした伝助さん。変太、早く提灯を持ってこう。何かつまずいた、大きなもんだぞ。お、なんだと言いながら金太は例の提灯を突きつけて、お、伝助さん、人だ。あ、蹴られている。伝助は倒れている死骸の顔を覗いて、ああ、金太、もうちっとこっちへ提灯を持ってこ。いや、番頭彦兵衛、良介、早く来てみてくんろ。彦兵衛番頭が蹴られてるぞ。良介も足を早め、その場へ駆けつけ、どれどれ見せろ。はあ、やられたか。まさしく木蔵がやったものだろう。それにちげえね。むちゃくちゃについて脇腹背筋の二箇所を深くつき、急所に触れておりますから、もう手当てのしようがない。死骸はそのままにしておいて、急げ急げと一層足を速めて江戸町の兵庫屋へ向かいます。